トラさんのトラ屋。でもこれは昔はトラ屋ではなかったのかな。映画に合わせてトラ屋に変えたんですよね、これね。高木屋さん。高木屋は、まあ映画で言えば、あの、スタッフのね、休憩所にとしてね、使われてたようなとこですね。高木屋さん。高木屋、ソフトクリーム。じゃあこれは草団子、磯乙女、焼き団子、お団子セット、アイスコーヒー、これかな、草団子、これやね、これ非常に有名どころでね。そしてギリギリの引き換えに触れてるんですね。トラさんサミット。こっちか。お茶かなのかな。うまいわ。うん。はちょっと甘い感じね。うん。やっぱり仕事も人生も甘い方がいいね、やっぱりね。うん。疲れも取れるしね、うん、うん、団子はつってんね。この橋のなんかこの灰がつくんやけど、まあいいか。うまい、うん、うまいわ。トラヤじゃなかったんや。なかったのが映画の撮影でトラヤだからトラヤにしたけども、今度は映画上ではトラヤを車に変えたんですね、これね。まあなんかこういきさつがねあるんやろね。どういきさつかわからないけど、人生山あり谷あり。草団子よ、トラさん、男前。この辺はね、と通りで、この石段がなんか、石のこのね、歩道っていうか、これがね、ものすごく味があって、いいような気もするし、唐辛子屋さんもあるしね、唐辛子のせんべい。お、トラさんがいた、トラさん。よ、トラさん。トラさん。いやー、トラさんがね、トラさん3兄弟、5兄弟、うん、
さまず資産に負けた、いいえ世間負けた。あ、ここはまだ言ってますね、ここね。甘酒そば、そば、そば、肉まん、あれが帝釈天かな、あれ帝釈天見えてきましたね。あ、ここが一番いいのかね、絵的には。甘酒スーシロアンノンアルコール、亀戸大根ね。江戸時代亀戸付近一帯に自生していたね、亀戸大根のなんかそういう料理とかあるんですよ。亀戸大根あさり鍋、こんなんです。今作ってもらってるのかな。はい、増本、どうもありがとう。はい、まあこんな感じでね。だるまの目ん玉がみんな白目向いてるね。コロナにでもかかったんでしょうか、だるまさん。全部白目向いてるね、うん、どうして白目向いてるんでしょうか。まあここでね、ちょっとね、人生も仕事も酒も甘い方がいい。あ、暑いわ。暑いけどうまいね、やっぱりね。体が温まる感じかな。大丈夫て。仕事もまあくどいようですが、酒も甘い方がいいということで、一応福引券をねもらってるんでね、こっちのチャレンジして、まあ運試しなんかいけそうな気がするっていうのがあったと思うんやけど、昔そんな感じで福引きでもしてみようかな。おかわりもう一杯飲んじゃってみたいなね、そんなんできんやろうけど、ちょっと返しに行きましょうか。お店にね、返しにね、これ行かないと。やっぱりカップでもね、これそれに捨てるも良くないし、でも捨てるとこはないから、あ、横にありました。ここですね。トラナンサミット。おみくじしたよね。福引きあそこかな。福引きをして、これってこれですか。はい、福引き券。はい、はい、福引き。じゃあこれ開けるのはどうしたらいいの。ここに、あ、これを切る感じかな。こういう感じ。はい、入りました。ちょっとチラ見するわね、チラ見ね。マジっすか、マジっすか。ということはどういうことでしょう。これ透かしでも入ってんのかな。下からちょっと濡らすとか何かをすればいいのかな。これ何も書いてないとこあるんだよね、やっぱりね。
何も書いてないのは、何も書いてないのは、外れまでも行き着かんかったということかな。まあいいか。あ、おみくじ側にここに何かこの書いて、そこにこうぶら下げておくとか、そういう感じでもいいわけないやろ。まあそんな感じだね。おみくじはここへ。これはここにあるやつじゃないから、これはダメですね。ダメです。ね、次はトナカさん記念館の方に行って、キュー、面白くないな。今日はなんか面白くない日なのかな。いつも面白くないって。え、トナさん記念館400メートル。こっちこう曲がってからの400メートルね。もう葉っぱも散ってね、バラバラと枝だけになっちゃって、季節の変わり目をね感じる今日この頃。イチョウ並木ね、もう寒くなって、もうね年内もうあとね、一月も経てばね、もうクリスマスですよ。クリスマスでクリスマス。そんなことを言ってるね、場合でもないんですけど。何もないね、この辺は。令和枯れすすき歌います。いや、平成枯れすすき。いや、そこはもう一回言って、昭和枯れすすき。まず、しさに、負けた。いいえ、世間もいだーって言うと昔あったような気がするんやけどね、よっ、こっちか、こうか、入館に100件。お茶室、ティーセレモニールーム。まあ、予約した人だけしか行けないみたいけどね。ちょっと言わずに。あ、防空壕跡。防空壕、ここからこう、ストーンと下に何か手段を使って降りたんでしょうか、昔の人は。虎っていうのはね、まあ、思い浮かぶのは、なんてっけ、猫、いや、トラっていう、なんかね、突撃の何かあったような気がするんですけど、トラさんってなんか、トラってなんかいいよね、これね。自的にね。ヒョウさんとかね、ライオンさんって言ったらちょっとね、ダメやけど、トラさんとか言ってなんか、いいじゃないですか、ね。そっからトラさん、行ってみましょう。トラさん記念館。山田洋次ミュージアム。葛飾の葛がちょっと歪んでる感じかな。そこからね、寅さんに、寅さん。いや、寅さん来ました。さくら、帰ってきたぞ、さくら。帰ってきたよ、今日も。また草田団子も、この値段的には同じだよね。車ね、車や。メルモちゃん、メルモちゃん、メルモちゃんが持ってるキャンディーでも食べたのがちっちゃくなっちゃってね、すごいちっちゃくミニチュアになっちゃった感じでなってるんですよね。対策で、ミニ対策でちっちゃくなっちゃった。ここから行こうにも行けない、ぶつかる、危ない。柴又名物、対策というのね、ぜひどうぞ。車、貸し法。ね。車やね。ということでね、あって、そして外やりましょうかと、こうして、こう切ってね。そういう感じでね。これ蒸し器があったのか。
皿があって、うん、結構入れるとこ昔トラさんと一緒に記念写真、まあいい記念でね、トラさんも俺と撮れてよかったというかもしれないし、なんていうかもしれないけども、記念写真撮ったんですよ。まあこれはね、おばさんがね、今日晩ご飯旦那に対して1枚2枚3枚4枚ね、恨みを話しながらこう焼いていってるんですよ。ね、怖い。本当はすごく怖い、これは。ええな、ような気はするんやけどね、俺はね。順番にこれね、その旦那がね、おじさんもね、見てね、これね。あ、みんなこれ、歩いとるなと。そういう感じ見てるんですよね。この人、あら、やだ。あんなとこにビールがあってね。まあ、細川和子じゃないわ、何やったっけ。見て、明日の今日の番号は何しようか。見てるような感じで、これ人々話ね、ちょっともうこれ旦那の悪口言ってるかもしれんしね、うん、なんかわからんけど、まあいろいろ物語は、一人の人生には一つの物語がね、あるって言うじゃないですかね、いろいろだんだんこれ建物が低くなってきてるみたいね、これね。まあお前に言ってるかって言ったら、そこでちょっと考えてみようと、あとでちょっと今日もね、ちょっとね、ちょっとパチンコ負けたし、ちょっとどうしようかなと、これ老後の資金使っちゃったぞということでね、ちょっと考えてる、明日どうするか、うん、あらよ、ごめんよ、さ、すいません、ですね、塩俣からね、京成の金町まで大人1名お願いします。料金はいくらですか？3000ペルカですか？いくらですか？買いますよ。京成電車、こう乗って、ディー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 、ちょっと戻ったりして、ディーディー、トイレ行きたいけど、ちょっと戻らないから、ディー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 で、ここ入るんですよ、ピョー、一気に行って、ディー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 、ここは3またこう、ここからこう行って、甘ありきり行ってから板ぶ行って、ここ魚のが、ここに3匹化石が埋まってるっていうことだからね。で、中野まで行く。ここでこっちだ、69票、ここは人気がこう来て、こう地割れがバーッと起こってるっていうことでした。やっぱり今は電気で走ってるけども、昔は電車も人が押してたんやね、人の力でああやって押してくれてたんや。すごいね、人間が押すっていうのもすごいね、これ電車を。電車、例えばあれが来て人を乗せました、人を乗せました、なおし人力でこのままこう押していきます、どんどん押していきます、えっちゃおっちゃ押していきます、さっほいさっほいさっほいと押してたよね、これね。ゆっくり窓の景色見ながら行きましょう。1973年、国鉄だったからね、昔はね、電車もね。夜明け、俺に夜明けが来るのか。まあトリスでも飲みながら、うん、ああしょうがないね。あだよ。日が落ちる、日が落ちる、ちるちるみ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 ちる、落ちる、ちるちるみちる、落ちる、ちるちるみちる。あ、福引き大賞の梨団子もございます。そうちょっとね、もう一回空が薄暗くなってきたしね、夕立が来そうな。でもね、なんかね、活気も出てきたしね、良かった感じやね、これね、浅草も、うん、
活気は出てきたな。今日はトラさんがね多いですね。トラさん。本日ね、トラさんサミットということで、トラさんがたくさんね、過去から現代にかけて出てきたのかどうか知らないけど、トラさんサミット。こちらの方から道路挟んでね、今度金町の方にね向かいたいと思いますね。空も暗くなってきたし、島又から金町へ。かっているんだ妹よー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 てーてーてそんな兄貴になりたくて。いや、昭和の時代が良かったな。昭和って結構ね、なんか味があったというか、情緒があったというか、昭和って時代背景は混沌としていたけども、まだなんか夢があったというか、子供たちも多かったし、よかったね、昭和は。11月20日、21日、ね、だからトラさんがたくさんいますよ。トラさんだらけ。右も左もトラさんだらけ、ね、トラさんね、一つのね時代を作った人っていうか、いますよ。まあこういう感じで渡って、これ映画の場面でもねあったと思うけども、あの当時に比べたらかなり現代風になったけども、でもやっぱりなんかまたね、その浅草のなんかこう良さが残ってるというか、いい感じですね。芝又、神谷本舗、これここもあるし、こういうね、こう広告があったね、あるし、綱渡りでね、トラさんこう渡っていって向こうまで渡りきると、なんかもらえるんですよ。まあ言うてみたら俺の気持ちは、この男は辛いよ、ね、気持ちもあるけども、俺は仕事が辛いよ。まあそんな感じでしたかね。